またのご来店お待ちしております。ふぅ、今日の営業終了。みんな満足してくれてよかった。やっぱりお客さんの気持ちよさそうな顔を見るのは幸せだな。僕が癒しの館の営業を始めてから早3ヶ月。ちゃんとお客さんが来てくれるか心配だったけど、今となっては全然大丈夫。常連さんも増えてきたし、まさに知る人ぞ知る隠れた名店みたいな感じにはなったかな。でもここで舞い上がってはダメなんだった。お客様に対して愛情を持って癒しを与える。最初のお客さんにこの仕事をしてから感じたこの教訓を忘れないようにしっかり励まないと。最初のお客さんか。そういえばあの人は元気にしてるのかな。たまにあの魔法陣から癒しを求めに来てくれた人はいるけど、あの人は一回だけだったからな。いやいや、逆に考えればあの人はあの一回で十分癒されたってことだからね。あ、もうこんな時間。とりあえずお仕事で使った道具の片付けをしないと。あの人にまた会って癒してあげたいのに、また来てくれないのかな。って、あれ？君は？久しぶりだね。うん、3ヶ月ぶりくらいだよ。まさか君のことを考えていたら本当に君がここに呼ばれてくるなんて。嬉しいな。あれ？なんでちょっと赤くなってるの？まあいいや、ここに呼ばれたってことはすごい疲れてたってことだよね。何かあったの？年末の仕事の忙しさで疲れが溜まりきってしまっていた。そんな時に私が渡したその魔法陣を思い出して癒されに来た、と。そうだったんだ。君も大変だったんだね。うんうん。よかった。忘れられちゃったかと思った。うんうん。なんでもないよ。とにかく、せっかく君が望んでここに来てくれたなら、僕も全力で答えていくからね。そう。前来た時よりも、もっと特別な癒しを、君にあげるからね。まずは、はい。耳かきから。前に癒した時もこれだったね。それじゃあ、始めるよ。そう言われると嬉しいな。まあ3ヶ月前、君に初めてした時よりも耳かきとか癒しの技術が上がったっていうのもあるけど、やっぱり私の能力が強くなったっていうのもあるのかな。こっちは
するね。どう？気持ちいい？どうかな？奥までしっかり。猫語で喋ってほしい？やってみるにゃ。どうかにゃ。気持ちいいかにゃ。癒されてるかにゃ。なんか慣れてないから変な感じするにゃ。自然ににゃって言えてたかな。あ、言えてなかったかにゃ。かわいいはやめて。君に言われると余計に恥ずかしくなるから。最後に両耳を耳かきしていくね。そういえば、どうして君はそんなになるまで疲れちゃったのかな。君は住む世界が違うからアドバイスやお手伝いをするみたいなことはできないけど、君の話し相手になって君を励ましたりすることはできるんじゃないかなって。だから詳しく聞かせて。君、とっても大変だったんだね。でも大丈夫。君はとっても、とっても頑張ってやり遂げたんでしょ？
幸せそうな顔だね。よかった。やっぱり君は笑顔でいるのが一番だよ。また疲れてしまったら、また辛くなってしまったら、いつでも来てね。僕はいつだってこの場所で待ってるから。いつだって癒してあげるにゃ。